どうもこんにちは今回はですね YouTube のパートナープログラムからの利用規約の変更の連絡ですパートナークラブグルっていうのは、まあ、YouTube から収益を受け取ってる方のね連絡になりますね、まあ、こういうふうに書いてますえ9月にお知らせした通り9月に知らされてたかな YouTube パートナープログラム YPP は クリエイターが成長しし収益を得られる新たな方法を導入しますこれに伴い今週より YouTube パートナープログラムの新しい利用規約を適用しますということで利用規約読まない件ですねで変更した内容が最大の変更点の一つは収益化を行っているパートナーが、まあ、私ですね YouTube ショートフィールドで配信される広告が収益を得られるようになることです YouTube ショートから収益を得られるということですね 更新された利用規約についてはヘルプセンターをご確認くださいということでこれちょっとねリンク貼ってますんであとは読まない件ですねで必要な対応今週から YouTube スタジオに利用規約を確認の上同意していただくためのバナーが表示されますほう YouTube ショートのー広告収益分配はあ今年の2月1日に開始されるのでもう間もなくですね収益分配を受けられるようにするにはこの開始日まで新しい利用規約に同意していただく必要があります、まあ、つまりヘルプセンターから同意の処理をしないといけないですね で2月1日より後に同意した場合 YouTube ショートの広告収益分配やお客様が同意した日に開始されますと一刻も早くやらないとねうん YouTube パートナープログラムのパートナーとして収益化を継続するには、えー、2023年7月10日までに新しい利用規約に同意していく必要があります、まあ、つまりこの新しい利用規約に同意しないとどちらにしてもショートどころか YouTube のパートナープログラムが剥奪されるってことなので僕は絶対せないといけないんですね で更新された利用規約に同意いただけない場合お客様のチャンネルは YouTube パートナープログラムから削除されますいや削除されたくないですねヘルプセンター行かないとねはいちょっと枠をはみ出しました、まあ、また別の機会にお知らせいたしますはいどうも YouTube パートナープログラムの規定の変更ですええー、大事なのがここですね YouTube での収益化を継続するには 今年の7月10日までに新しい YouTube パートナープログラム規約への同意が必要になりますショート動画の広告収益を得るためには早ければ2023年2月1日に新しいプログラム規約への同意が必要ですつまり2月1日にこ新しい規約に OK 出さないといけないわけですねまあそれまではここを読んでおいてこちらの動画を再生してモジュールの概要などを読んでですね基本規定ね この前あのアメリカの税金のことも来ましたからねで動画再生ページ収益化モジュールとショート動画収益モジュールとモジュールって何ですかね <laughs>、えー、課金型製品に関する覚書き、はい、こちらの方も見とかない件ですねだから収益を得るにしてもやることが結構あるわけですよで変更された規約に同意いただけない場合は YouTube とさよならさよならになっちゃいますんでいやいやですね同意しますよ 同意するしかないじゃないですかこんなの。はいということでパート2をお届けしました。